どうもこんにちは、こんばんは、白王子ゆうやです。バブロ2018栄冠ナインモード続きからやっていきたいと思います。ということで、前回の動画はですね、秋の県大会、いよいよ夏大会が始まりました。3年生にとっての最後の大会でございます。無事にね、1回戦、2回戦と、1回戦はあれか、まあ、シード権ということでね、はい、今年のキャプテンはうまいね、すごい苦渋をね、持ってたんでしょうね。シード権で1回戦目は、なし、まあ、飛ばしての2回戦からの登場となりましたが、無事にね、2回戦、そして準々決勝と、勝ち進むことができまして、本日、準決勝、そして決勝と、やっていきたいと思いますので、皆さん本日もお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで、準決勝に行く前に少しテンションを確認していきましょうかね。はい、あ、すごい、もう斉藤くんもそろそろ600乗りそうですね。頑張ってほしい、超ノリノリ。ザックくんもいいですね。あとは大丈夫そうですかね。本当に今ね、結構ね、チーム内の雰囲気がすごくいいので頑張ってほしい。めぐるくんが普通か、めぐるくんしおり、まあ、二遊間が、まあ、視聴者さんからお名前をお借りしてるんですけど、どうしようかな。あ、若林も普通か、まあ、ここ3人使ってもいいかなってとこなんですが、まあ決勝戦で使おうかな。うん、そうですね、まあ、ノマとかもキャッチャー B 持ってるので、ここがね、テンションダメダメとかになっちゃうと怖いんでね。まあいいかな。うん、よし、じゃあ、まあ一応マッサージチェア使ってやっていきましょうか。準決勝やっていくぜ。さあ、秋田県にね、今年から移動してまいりましたので、秋田で初の甲子園出場目指して頑張っていきたいと思います。さあ、ここ若林内気でいきましょうか。内気要員は若林くんでいきましょう。そして、ね、なんといってもね、エース斉藤がノリノリ状態になったんでね、頑張ってほしい。さあ、1番若林でいいかな。そしたら、うん、でしようかな。あ、2番にしようか。今回2番にちょっと若林注目選手置きましょう。まあ、ランナーでしたら、めぐるくんをね、走らせることもできるので、まあ、そんな感じでいきました。OK。さあ、では、準決勝、やっていきましょう。そしてですね、王子高校では視聴者さんからのお名前を募集しております。王子高校に入学してもいいよという方は、概要欄チェックの上、どしどしコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。なんか、秋田の高校、あれですね、初めて聞く名前が多いですね。頑張っていきましょう、準決勝。すごい、ここで勝てば決勝戦、赤と何か紺色の戦い、高校戦力 C、同じぐらい、頑張っていきましょう。まあ、今年の夏はね、金足農業旋風ありましたから、今回は王子高校旋風を巻き起こしていきたいと思います。さあ、相手のチーム確認しましょう。うん、勝てないチームではないと思います。勝ちましょう。秋田はそんなにすごい強いチームはいないんかな。キャッチャー D、 カタル君 B か、微妙なところありますね。うん、ここは勝っていきたい。うん、まあ走れるでしょう。よし、頑張っていこう。さあ、追い込まれるまで強心対応で。さあ、若林頼むよ。今日はね、2番に若林もね、入れておりますがね、普段もリードオフマン。いやー、でも若林もね、左打ちにね、変えたいんですよね。前回の動画でもお伝えしたんですが、オッケー、悩ましい、若林トゥース、トゥース。いや、それはオードリーの春日さんやーんって。よし、オッケー。一塁ランナーは、めぐるくん、どうしようかな。総力で盗塁だったらいけるかな。あ、行こう。行きながら行こう。試そう。いけるかどうか試そう。カタル君 B は、オッケー、いけた。ナイス。オッケー。さあ、ワンアウト2塁。ここも確実に点を取っていきたい。追い込まれる村で。強心や。さあ、若林頼むぞ。ここも行ってほしいよ。めぐるくんだったらね、多分ね、ワンキットで帰ってこれるはず。最低限ランナーを送ってほしかったけど。無事。さあ、1-0 は怖いね。ワンアウト2塁。ピンチだね。まあ、ここはまだ5回なので、ちょっと斎藤に任せましょう。何も使わずに行きましょう。さあ、オッケー。いいよ。ツーアウト3塁だったら全然いい。OK、OK、OK。なおもピンチ。さあ、ここで平山くん8番、初球定位置の内角でいこうか。さあ、この回ね、ちょっとしっかりと無得点で抑えてほしい。オッケー、打ち上げた。いいの頼むよ。お前はいいやつだ。いいの、オッケー、ナイス、いいの。オッケー、オッケー。さあ、ここをちょっとまだ2点じゃ怖いですからね、ちょっと点取っていきたいですが、もうツーアウトですか。頑張ってもらいましょう、若林。一発頼むぜ、若林。トゥースが見てる、トゥースさんが。追い込まれたので、ミートタイムにしましょう。フリー。若林くんもね、あと、総力1でカンストできるので、ワンアウト2塁か、6回。ここは使おうかな。さすがに。
ちょっと代打も出してきたんで、ちょっと変えておきましょう。ちょっとスタミナ上げておきます。監督からのとりあえず一旦スタミナ上げて、クセモノも使っちゃいましょう。ここも使っちゃおう。2回連続のちょっと怖いな、さすがにピンチは。なのでは斉藤、この2回連続でピンチを抑えたらだいぶでかいよ。うちに絶対来る、流れは来る、流れは来る。 OK、 ナイス、いいの、いいの、いいね、さすがだ、いいの。さあここも緩急重視していこう。頼む斉藤、しっかり押さえて、頼む、ネギシ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 、 OK、 ネギッチ、ネギ大好き、ネギッチです。ナイスナイスナイス、ノート一緒に。さあもう取るよ取るよ。石黒今日は黄色い線へ、お調子者だけど黄色い線だったか。さあ一塁ランナー岡部、岡部は無理でしょ走るの。ここは石黒に1点ぐらい上げてもらいましょう。ホームランでもいいよ、ホームラン。ここは絶対点を取りたい。ナイスナイス石黒、 OK、 この1点はでかいですね。2回しのいだ後のチャンスしっかりものにしていく。そして野間くんも今日ホームラン打ってますね、素晴らしい。野間石黒も走れないかな。強心臓使いましょう、チャンスアップ。ここねスクイズでもいいんですけど、スクイズって言ったらここは野間に任せようか。打ってますしね、今日任せよう野間に。頼むよ野間、もう1点欲しいよ。1割9分6厘だいぶ低いなお前。キャッチャー B のくせに、あーホーム、ついた。セーフティースクイズみたいな、ね、感じでしたけど、ここもラッキーボーイ使って広角打法か。まあいいや、引っ張り、広角打法を生かしきれないけど引っ張りに行きましょう。頼むよいいの、ここも置いてほしいよ。追い込まれるまで強振できます。 OKOK、 ナイス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 。さあネギッチ、今日ノーヒットだけどファイト使った、あファイト使っちゃおうか。絶好調となりました。見てくれ、頼むネギシ、ここもう1点欲しい。斉藤くんに気持ちを楽に投げさせてやれ。ナイス、いいねいいね、よく見るね。ここスクイズしたいな。まあでもいいから、ギテフライでいこうか。スクイズちょっと1なんで、ここは斉藤に任せましょう。まあ、代打出してもいいんですけど、4点差まだね。ちょっと斉藤もスタミナ上げて須崎くんの伝令使ったんでね、ここはちょっと仕方ない、ゲッツーじゃなければいい。 OKOKOK。 さあ1番めぐるくん、今日1番めぐるくん置いております。お祭り男、ここで使います。はい、ツーアウトだけを使います。チャンスあげます。いやもうここは大事な気がする、ここは大事な気がする。切れていく、ここは大事。落ちろ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 、降りないか。これで3アウト。ふぅ、まあ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 いいでしょう。よく抑えた斉藤、1点しか取れなかったのはきついけど、これちょっと1回ずつやってみましょうか。右バッターでどう、バント丸も持ってるし、悩んだ丸もあるし、バカメシバカメシ、 OK ナイス、いいね。これちょっと左打ちに変えたいね、打ち投げるために1球目から走らせよう。おー警戒してるね、もう強振動を生かしたいので盗塁させます。頼む若林、 OK、 いいね若ちゃん、これはもう走力完走見えてきたよ。さあもうここで強振動が生かされるので、さあもうここでしおりくんに任せます。頼んだしおりくん、ランナーを返してくれ。もうワンヒットで帰ってこれんねんね、若林だったら。打ち上げちゃった、ワンアウト三塁の形を作りたかったですけど厳しいですね。石田掴みました。これでワンアウト。さあ4番岡部、チームプレー×ですが、前回なんといっても満塁ホームラン打ってますからねこいつは。頼むよ岡部、どうしようかな。バント職にもついたしやってみてもいいんだけど、ちょっとさすがに低いので、まあ転がせでいいか。岡部はもうチームプレー×だから打たせよう。いやちょっときついね、ノーアウト二塁で点取れないのがきついよ。頼むよ石黒、頼む、ワンヒットで1点入るから。これは若林だったらいいけど、あ追い込まれてる、知らぬ間に追い込まれてて。頼むよ、相手の投手ももう100球以上超えてますからね。ここ閉じよ石黒、抜けろ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 、抜きたくないんかい。おおナイス、抜きたくない、うん分かる、男として抜きたくないけど、ポロリしてくれたね、ナイスポロリ。まあ、ポロリしたせいで抜きたくなかったかな。ナイス石黒。さあ野間くんも今日ね困られてますからね。まあ、5点まで来たら1年生とかも使っていこうかな。そろそろ6点ぐらい欲しいな。でもナイス野間、あーこれ石黒帰ってこれないね。まあ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  OK、 ナイスナイスナイス。ハイサイおじさんの呪い素晴らしいよ。ハイサイおじさんがいい活躍してる。ここ変えようか、いいのはいいや。でムタ君もファースト守れるし、ここ板垣行きましょうか。チャンス B 行きましょう、板垣行きましょ
1年生板垣、頼むよ板垣、巨人対応、高市頼むよ。1年生も使っていきますよ。追い込まれたらちょっと A なヒントで、ヒント高市頼む、チャンスで板垣、おお板垣、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 おかナイス、なんと1年生が、え、これさよならじゃね、なんということでしょう。いや、いいいいいい、でも1年生の板垣がまさかの板垣やる。ということで先生確認してみましょう。うわちょっと最初の接戦でしたが、まさかの7回コールド、めぐるくんノーヒット、若林2安打、しおりくん2安打、岡部1安打、石黒1安打、野間くん2安打の、いいのところがね、ノーヒットだったね。まあいいのと根岸のところで代打出すつもりだったので、まず板垣がなんとさよならツーベース、素晴らしい。そして根岸もノーヒット、斎藤もノーヒットということで、斎藤が7回 4安打の奪三振6、いやもうピンチ2回抑えてくれたのはでかかったですね。マジかよ板垣、今日のサムネはお前や素晴らしい。さあどうだどうだ、上がってるかな。若林くんの総力観察してんの、あと1なんだけどな、まだ上がんないですね。石田くんのパワーが C に上がったね。いいねいいね、 OK、 素晴らしい。ということで無事に準決勝も勝つことができました、ありがとうございます。 OK、 お、野間くんもテンションノリノリ、超ノリノリ、素晴らしい。チームの雰囲気が良すぎる。ちょっとハードル使って、さあ決勝戦まで来たので一旦ここであれだね、使いましょうか、お褒めの言葉とかを確実に行きたいのでちょっと確認しましょう。まあでもみんな超ノリノリだったりするしね、の超ノリ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 いいね。斎藤と野間、このバッテリーが超ノリノリいいですね。そして石黒もノリノリ、めぐるくん、しおりくん、若林、3人使っとこうか。ちょ確実に甲子園行きたいのでここは使っていきましょう。まあ、二遊間の2人と、二遊間の2人と、あと若林ですね、打ち切り OK。 よし、ではまだ時間あるのでね、このまま行きましょうかね、やっていきましょう。夏大会とかも踏まえてちょっと残しとかなくちゃいけないんだけど、まあ、そこら辺はまた後に考えればいいですかね。ここはちょっと集中しましょうか。うん、まあスローイング2つあるんでスローイング使っちゃおうか。あ、でも4、2つか、スローイングでいこう。よし、ではあ、そろそろ合宿近いですね。まあ、次回あたりにちょっと合宿やっていきたいと思うので、コマンドとかもねしっかり厳選していきたいと思います。さあ今日勝ったら春の甲子園出場校来ましたね。まあ私たちはちょっとその時代に大阪にいたんでね、ここはお調子者打ち切ってるけど、打ち切で若林行きましょう。さあいいね、絶好調ばっかやないけ、いいねいいねいいね、まあ超ノリノリなはずなんですけど、まあ絶好調になってるけど、まあいいでしょう。ここもちょっと打順変えましょう。しおりくんあんま調子よくないからこうして、よし、これでいきましょう。では決勝戦やっていきましょう。まあ春の甲子園出場校ということでね、まあ、今まで、まあ、秋田で総合戦力 B 以上のチームを見てこなかったんで、多分このチームが総合戦力 B かな、どうでしょうってことですか。さあ王子高校対湯沢商工っていうのかな、なんかどことなく金足農業高校のユニフォームに似てるのは気のせいかなという感じですね。勝っていきましょう。うわーやっぱ来ましたね総合戦力 B、 あー強いね。ここをいかに勝つことができるか。この山田投手ってあれかな、あの山田久志投手かな、ちょっと見ていきましょうか。どうだろう、 OB の選手かな。さあ見ていきましょう。まあ総合戦力 B なので、まあ、うちのチームよりは格上ですね。うん、まあでも走れるね、肩力 D、 早球 C 走りましょう。止まる要員もしっかりいますよと。うん、あー山田投手かなこれ多分。どうだろう、リリース丸回復 B、 転生 OB なので多分山田久志投手じゃないかなと。アンダースローですからね。そうですね、あの中日ドラゴンズで活躍した山田投手でしょう。まあでもこっちは負けるわけにはいかない、頑張っていきましょう。長球場の魔物引きましたね。 OK、 どっかで使っていこう。いや打ち切れ魔物引けるのでかい。さあここはちょっとミート対応で、ただお手つきもありだけど、まあ、追い込まれちゃったからちょっとここは打たせましょう。さあ頼むよ若林、お前が出れば走れる。うーん、打ち上げちゃったか。さあここは投手戦になりそうな予感はしますね。山田投手、斎藤投手の天性 OB 対決ですね。うーん、1点取られた、うん、1点 取ったはずだけど2点取られちゃったんか。うー、ここ持たせよう。まだ魔物使うの早い。いやー1点取られちゃった、1点取ったと思ったら2点取られちゃったか。ないわち、わかりました。まだまだ序盤ですからね。やばいね、4対1やばい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 、ちょっとやばいやばいやばい、3点差あかん。ちょっと頑張ってもらおう。臭いところで行こうか。
まあ、ツーアウト二塁なんで、ここは斉藤に任せましょう。あ、もう93球も投げてますね。結構球数投げてるな。この5回でこれはやばいな。ちょっと須田君下に上げてもらいましょう。 OK、 ナイス。めぐる君スリーアウトチェンジ、安心の二遊間。さあ、ここちょっと魔物時間、いやでもまだ全部操作できないと思う。ここちょっとセーフとしましょうか。うまい、あーうまいけどちょっときついか、きついか、きついか、きついか。これが左打ちだったらセーフみたいなね、そこあったかもしれないですけど、うわー、うーきついなー。ユーサブラも使えないんで、ちょっとここは斉藤に任せよう。そろそろ行ってほしいとこだけど、いやーまず3点差か。まだ大丈夫、大丈夫、魔物とかもありますからね。続いていこう。うん、追い込まれた。ミートタイムしながら。うわぁ、きついねー。やっぱ強いね。さあ、ワンアウト走者なし。ここ使おうか、魔物。もう8回なんで使いましょう。そしてセーフティーしようかな。打ち上げちゃ意味ないけど、打ち上げちゃダメだけど、魔物あるよ。OK、ナイス。OK、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 とりあえず1点ずつ返しておこう。ここはもう確実。石黒、お調子者。ヒーロー戦を背中に受けてどんなバッティングを見せるのか。数字低いな。で、魔物使ったんで、でもちょっと引っ張りで打たせようか。せめて転がしてくれればなんかある。盗塁数字低かったんで頼むよ。石黒絶対当ててくれ、ボールに。 OK、 ナイス。普通にヒットじゃない。 OK、 岡部3ついける。あー、いけないか。まあまあまあいいでしょう。石黒、いいバッティング。ナイスナイス、石黒。そして岡部岡部頼む。岡部強心剤を転がせでいこう。いや、ミート頼りでいこうか。ここは確実に当ててほしいので転がせ。頼む岡部、バットに当てればなんかある。魔物使ってるから。オッケー、これゲッツーやめて、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 ゲッツーはやめて、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。ゲッツーはやめて。嘘だろう。うわ、強心剤使ってもな。マジか。これは引っ掛けた。うーわー、今のさっきの回に点取れなかったのは痛いな。ここは及びません。最終回や。さあ、しおりくん、まだ役割だとまで分かんないですからね。頑張ってみましょう。頼むよ、しおりくん。いやー、もう魔物要員とかもいないので。あ、ミドタイムすんの知った。あ、魔物いるよ。ナイス、いいの。でもツーアウト。でももうツーアウト。いいの頼むよ、いいの。2年生で魔物持ってきたよ。転がしもなんかある。転がしもなんかあるよ。二度だよ。ツアートから、野球はツアートから。うわー、負けたー。いやー、マジかー。甲子園いけんかったか。先生 OB 対決でしたが、いや1点しか取れなかったのちょっときつかったですね。うん、若林くん2安打、石黒1安打の岡部1安打、野間くん1安打、しおりくん1安打、根岸くん1安打。いやー、厳しい。まさか斉藤くんが4失点ね、もう捉えてくなるとね、これはもうしゃあない。若林これ完走できなかったんじゃない。いやー、できなかったか、総力。うん、ってことでいいのがミートシーンになりまして、岡部もパワーへ乗りましたね。よかったよかった、最後に。そしてめぐるくんが肩力 C で、石黒が総力 C、 津川くんがフォーク2に上がりましたよと。きつい、きつすぎる。一応残してみましょう。うーわー、負けたかー。甲子園来たかったー。ということで、まあこれ名門校下がるかな、下がんないか。評判かなり下がったけど、根岸 E の服部どうしようかなー。これ誰でもいいんだけど、正直なー。まあ、服部にしますか。キャッチャーでキャプテンっていうところで服部にしましょう。さあ、こっからどうしようかな。まあ、守備投手力重視にしましょうかね。まだキャッチャーがちょっと取れてないので、今年の2年生と1年生はね。いやー、負けたか。くそー。いやー、強かったな。でも4対1、まあでも、まあ仕方ないですね、栄冠ナインは。ねえ、まあこういうことはありますからね。まあ、なかなか難しいところでしか、まあ、春の甲子園優勝を目指してね、やってきましたが、残念ながら、夏の決勝戦で負けてしまいました。はい、ということは、まあ、気持ち切り替えてね、また新チームで、頑張っていきたいと思いますので、次回ですね、まあ、新しい新チームの、ご紹介、そして合宿会かなに向けてちょっとコマンドとかもしっかり、厳選できたらなと思いますので、皆さん次回の動画も楽しみにお待ちいただけたらと思います。
はい、ということで皆さん本日も、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価コメントをどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。まあ、残念ながら、甲子園出場できませんでしたがね、今後とも白王子やね、千長くお付き合いいただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。またな。お疲れ様でした。ありがとうございました。